藤谷蓮次郎です。今までずっとやってまいりましたライブ版トーク。アーティストたちの70年代、80年代に主に活躍したアーティストたちのライブ版のレコード、CD 等を聞いて、私の方でその感想を一曲ずつ述べていくというものなんですが、前までは、前回までは野口五郎さんの ゴロイン日セシアター、1978年10月から11月の公演の最終日の公演の録音、2枚組の CD になっているものを扱っていましたが、今回から次のものになります。で、西条秀樹さんを取り上げますと予告申し上げたわけですが、いよいよ第3弾としてまいります。あ、あ復習しますと第1弾が1974年の沢田健二井上隆之バンドの 福島県郡山市で行われた「ワンステップフェスティバルの録音 CD 第2弾がその五郎さんの「五郎院に接しった1978」でした今日からやるものはこち、はい、ライブ版トーク第3弾として西城秀樹さんの「えー、西城秀樹オンステージ」 1973年3月の大阪毎日ホールでのパフォーマンスです。レコード版で聞いていきます。こちらです。こうかなこうですね、きっとね。えっ、ー、と、帯がこういう風うに入ってたんで、こうなのかなこうなのかな投げないですね、こうですね。えー、西條秀樹さんのライブ版えー、ライブレコードです。西條秀樹オンステージ。1973年の 3月26日日大阪毎日ホールと書いてあります。こちらをこちらにレコードプレーヤーで針を落として音を聞いたものの感想を私が言わせていただきますがやっぱりジュリーゴロ郎とくれば英樹さんにも触れておきたいというところです。えー、西條秀樹さんの「英樹オンステージ1973年3月26日大阪毎日ホール」これはなぜ今回これを選んだかというと。 一言で言いますとこれが最初のライブ版録音なんですね。えー、と一応調べると秀樹さんのライ,ブライブ版 CD とかレコードも相当数出てるみたいで,で数年前にはまあ秀樹さんの早すぎる死を受けてというところでしょうかあの、まあ、CD 等でたくさん再発したりしたみたいなんですけどもう一回再販売したようなんですが。 えっと、このレコード版としてのこの秀樹オンステージはですね、こちらですね、秀樹さんの1973年ということは、デビュー1年後に行われているもの。ディレクターロビー和田さんという方が担当していらっしゃいますが、まあ、この方について今、ちょっと私存じ上げないんで、また、あの、やってるうちにいろいろ教えていただければと思いますが、え、ステージ1年と、 いううこことですがこうですすが、えー、レコード盤を聞いて感じたことを話していきますが簡単に言いますとサイド1で5曲5曲というか5つのトラックサイド2で5つのトラックですかね、えー。サイド1は曲としては5つのトラックっていってももっとたくさん入ってるようなんですがまああの レコードのその溝の部分で見るともうちょっとありそうですが、洋楽カバーが中心です。で、オープニングのアクトがあって、その後、一番英名の最後の方、質問コーナーというのがあるんですね。こちらもどういうことを言っているのか後で、もちろん音を出さずに、あの、また後日お伝えすることになろうかと思います。サイド2が、秀樹さんのその当時のオリジナルナンバーということになります。 さて、えー、今日はその外側の話というか、レコードそのものに触れずに外側の話をさせていただくと、えー、こちらその頃の西城さんの、秀樹さんのシングルレコードはどうなってたかというと、1972年3月に恋する季節でデビューしてますね。ってことは丸1年です。先ほど申し上げたように、丸1年でのコンサートとなります。で、1973年2月の青春にかけるというのが、 この時点で3月に行われたライブですからこちらにあるわけですよね間に。さて青春にかけるという曲がシングルとしては最新だった。でこの次の1973年5月がもう秀樹ファンの方々それから1970年代を不審三家と共に過ごした方々はもうよくご記憶にあるように西城秀樹さんがまああの飛ぶ鳥を落とす勢いで出てくるという感じになるのは情熱の嵐。 ななんんでですすねということは情熱の嵐の嵐前なんですで私が今回これを取り上げようと思った一番の理由はそこにありましてあの情熱の嵐で秀樹さん自身が後年、まあ、前にあの今回の、えー、今回の動画にもリンクを貼っておきますが秀樹さんの えー、自伝本、あるいは秀樹さんの近くにいた人、奥,あの奥様とかの本を読んで、去年こんな感じの方だったかなというところで私が出した動画、ものすごいたくさんの方にご覧いただいたんですけども、あちらで参考にした本、秀樹さんの晩年に出された本なんかを見るとですね、情熱の嵐までは全然売れてなかったと。4枚目までは全然売れてなかった。ところが、 情熱の嵐でやっと火がついて秀樹今度のは行けそうだぞみたいなスタッフの声もかかってってようなことをおっしゃってますけどそれでいうと今回73年の3月だったらもっとガラガラなはずじゃないかとところがこれ音源が残ってて花からキャー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 いうお客さんがたくさんいそうでじゃあちょっとどうなんだろうと調べてみました 確かに秀樹さん自身の記憶でもビッグヒット前なんですね本人の追憶ではで、えー、会場の大阪毎日ホールというのは当時は就業人員が1418人だったそうですその後改装してもう少し少なくしたらしいですけども1400人くらい結構なキャパシティですよねこちらでステージをやってで、えー、そのジャケットは あの、ちょっと不思議なデザインの、こう、胸元、喉元で一つボタンがついていて、さらに胸が広くこう空いてて、その空いてるところに、からこう肌が見えるという感じの、あの、ま、セクシーなというか、ちょっと変わったデザインの白い衣装なんですね。で、それが全面で出るジャケット。で、ビクター音楽産業当時の秀樹さんの所属した、 レコード会社こちらから出ているアルバムなんですがさて、えー、皆さん問題はですねその秀樹さん自身が言っている5曲目までは「情熱の嵐」まではなかなか火がつかなかったと言っていますがデビュー1年でまだ「情熱の嵐」前の秀樹さんがあここでステージをやって結構キャーキャー言っているとまあお客さんがどのだけ入ったか私には分かりませんが十分盛り上がっているように聞こえるんです。 ってことは情熱の嵐で一気に火がついたというよりはやはりその前にもうあとはもう火がくべられれば一気に燃え上がるぞみたいな形のえまあ可燃剤はそこにいっぱいあった潜在的な ファン層というのはいっぱいあって次の秀樹の曲が欲しいというところで西城秀樹さんを代表する「情熱の嵐」というのが一つのキャラクターをきちっと立ててボンと火がついたという瞬間ではないかと。したがって今回のアルバムにはその「情熱の嵐」が出てこないんです。 とすると、情熱の嵐の前の秀樹というのはどういうパフォーマンスをしたかというところを私は知りたくて、今回この西城秀樹オンステージ取り上げてみたいと思います。10回以上にはなると思うんですが、ぜひともお付き合いを願えればと思います。来週の火曜日から1曲1曲、1部分1部分取り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。えー、と今回初めてこの記憶旅行というチャンネルをご覧いただいた方、 それから今まで何度も見ているけれども、まあ、今までは登録していないという方はぜひこの「記憶旅行」というチャンネルをぜひ登録していただいてしばらくお付き合い願えればと思いまますすす週1回程度ででけれどもよろしししくお願いいたしますそれでは失礼します。